さて皆さん、今日は快適な高原列車に乗ってみましょう。残雪の南アルプスを背に緑の高原を走るスマートなジーゼルカー。中央線小淵沢と信越線小諸を結ぶ小海線は全長78キロ、八ヶ岳の雄大な裾野を走る国鉄ローカル線です。八ヶ岳の裾野は富士山よりも広いと言われ、車窓に広がる唐松と雑木林の大原野は誠に雄大そのもの。ハイカーや観光客の目を十分楽しませてくれます。起伏の多い山肌を右へ左へうなりを上げて登っていくジーゼルカー。延山に到着。ここは標高1346メートル、国鉄では日本で一番高いところにある駅です。延山駅を最高に、小海線の駅は高さではベスト10を占める山の駅ばかりです。ところが営業成績の方はさっぱりどうもで、運賃の2倍の経費がかかるので、国鉄の中でもママ子扱いにされていた指折りの赤字線。1年間のお客さんの数が東京駅の1日分の半分にもならないそうです。つい 4,5 年前まで蒸気機関車がシュッシュッポッポシュッポッポと走っていたもんで、満員になるとその時速は10キロ足らず、まあ10キロ足らずだったと言いますから、まあ日本足で歩く速さとそんなに変わりはありませんな。ちょっと飛び降りて雇用を足しても追いかけて間に合ったという話です。スピード時代の今日、こんなことではますます見放されてしまうと、合理化指定線としてジーゼルカーに生まれ変わって以来、観光路線として大いに売り出しています。